さあやっていきましょうか。バイオハザード LE2。 いや前回やらかしたわマジで。もう本当にちょっとねアイテムラインナップ変えました。すいません。あの前回何が起こったかというとね、前線を繰り広げてたんです。前線を繰り広げてたんやけど、まさかのダメージを食らいすぎてね、最後であのデンジャー状態になって、よっしゃもう一回回復させて最後とどめ刺しに行ったろう思ったら、まさかのレッドハーブとブルーハーブの組み合わせ、防御力だけ上げてもデンジャー状態に意味ないっちゅうねんって話になって思って、で最後ね突進食らって、しかもあの列車に引っかかって死ぬっていうね。もうほんとやらかしたわ。あなたはどこ、今まで死んだことなかったのに、めっちゃ悔しい。レオよく聞こえない。今回リベンジマッチ、もうゴリッゴリに攻めていきます。ゴリッゴリに攻めていこう。レオあれ、前々回か前々前回パートくらいで関西弁でいきますっていう時には、結局普通の標準語喋って敬語使ってるっていうね、まあ、敬語を使うかどうかはええとして、やっぱりなんかね、いやーにしても悔しかったな。ちょっと RE2 はさ、その RE3 はなんかデスカウンターとかさ、ミミシスにボコボコにされたりさ、あの女警察のさゾンビにさあの抱かれてしまったりとかって、そういうのあったりとかしたけど、今回そういうのが全然ない状態でさ、うまくクリアすることができとったのに、なぜかここでまさかやらない。やっぱボスはボスだったっていう話やな。燃やし尽くしたんだこいつ。でもさ、なんか全部その硫酸弾でめっちゃボコボコにしばき上げとったけど、これ硫酸弾食らわないの？あんだけ硫酸弾ね、だって10発とかこのくらいやってたにもかかわらず全然食らわへんかったけど、硫酸弾に耐性があるの。硫酸弾食らうのは第一形態と、ほらら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 らこれこれどこまで食らうかよ。チカ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 チ、食べて、早く溜まって、よし、オッケー、オッケー、もう、ちょ、こうなったらもう無理、よかった、なんかあの、ホーミング機能とかついて、あの、こっちに近づいてくるとかなかったから、でも、ただの直進と、ちょっとつ猛進やろうと。これでも、クラッカー、でも、なんか、ちょっと若干立ち止まってる感じはするな。食らってるのかどうかは分からないけど、立ち止まってる感はあるから、まあ、それやったら別に噛まへんねんけど、ああ、無理やった。残念。じゃあ、こうなったらもう、直接来たーちょ。これ。よし。もうここまで来たらちょっと頭ガトリンぶちのめしとったらなんとかなるんちゃうかなと思って。どのくらいのダメージを与えなあかんのか。会社、ホーミング機能ついてるやないか。ちょっと待って。ホーミング機能ついてた。まさかのこっちずっと、あ、皆さん、左に注目、ガトリングガンをやってる時のクレアの、ちょ、まあ、一発くらいな、ダメージを与えとかんと、表辺のラスボスの名がスタルっちゅう話やからな。やばい、近い、臭い、絶対目玉から、もうアンモニアの匂いとかしそう。あれ？ちょ、もう逃がすか、お前。また飛んでくるやん。そっち、おらら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 、ちゃんとあのね、おっぱいプル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 してる。あ、反対側に逃げよった、あいつ倒れたふりして逃げてる。どこ行った？もう終わるやろ、まだ立ち上がんの。やばい、あ、ちょっと待って、あ、なんかマウス引っかかった。おー、痛み分け。あ、もうなんかもう見境なくなってきてるな。もうさ、ここまで焦げてるんだもんな。完全にもうあの熱中症で倒れそうな色してるけど大丈夫？もう一回バリバリしとく？また上行く？全然あれやん。こんな上何回も行くパターンなんてあったっけ？直接来たー！うってーって。大丈夫、今回あのグリーンハーブちゃんともう一個持ってきてるからね。よし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 、ああどんどん目玉が収縮していく。オッケー、もうここまで来たら大丈夫やろ。もうここまで来たら時間の問題。あれ全然ちょっと、あ、そうひざまずき、もうあとはもうありったけ全部ぶち込むけど、近づいてくる。ちょっと待って、あ、打ち切っちゃった。よっしゃしゃ、えい、
目玉弾け飛べ。どこにウィリアムがおるか知らんけど。どんな格好。ピクピクすな。ドクドクすな。ピクピクドクドク。なんとか無事クレア表編クリアすることができました。大変やった、ほんまに。クレア、あ、感動の再会。感動の再会でもないか。出発しましょう。さあ、これが一体何ランクでクリアできるかな。まあ、スタンダード編で S ランク以上でクリアできたら、サムライエッジオリジンってなの15発のハンドガンが無限撃ち放題ってのが手に入るから、それをね、まあちょっとね、やりたいなと思うんだけど、どうしよっかな。クリア、まあ一周目ずつくらいは、そのままのアイテムでクリアしていくのがええんかな。どうやろうな。そこら辺がいまいちちょっとよくわからへんねんけど、ただですね、その無限ナイフが手に入るまでは、どうしてもね、ちょっと S プラスを目指すっていうのはなかなか難しいかな。このリッカーとかをやっぱ倒すのにナイフが一番良かったりするし、まあでもたまにはちょっと痛快なね、僕苦しむ姿を皆さんが見るのも楽しいって思うかもしれへんけど、僕は僕でね、まあそれはそのね、弾がどれだけ残っててとかっていう、その押したり引いたりっていうのも楽しかったりするけど、それは確かにするけど、とはいえね、とはいえやっぱり、普通に痛快に出てくるゾンビを全部ぶちのめすっていうのをちょっとサムライエッジオリジンでやりたかったりとかもするから、どうしよっかな。まあ、クレアを裏辺くらいまではちょっと普通にやって、表辺じゃないや、レオン裏辺はサムライエッジオリジンを使おうかな。まあ、これが S ランク取れればっちゅう話なんやけどな。はい、ということでね、なんとか無事ね、ちょっとなんか前回パートの終わりなんかおかしかったと思うけど、なんか前回パートのね、終わりの方でなんか回復せえへんで防御力だけアップして死んでいったってやつがおったけど、まあそんなは気にせずね、無事クレア表編をねクリアすることができました。もう皆さんがね、この応援をしてくださったおかげでございます。本当に毎回ね、そのね、いろいろとね、まあ、友達とかが中心だけどね、見てるでおもろいでっていうような話をしてくれたりとかして、まあ、それがね、励みになって最後までね、プレイする、続けることができました。本当にありがとうございます。ということで、次回は、まあ、ちょっとクレアが連続しちゃって恐縮なんですけど、まあ、時系列的に言うと、やっぱりクレア表編、じゃあ、レオン表編クリアした後の、クレア裏編っていうつながりがあるから、自分はね、レオン裏、じゃあレオン表やったんで、クレア裏編からやっていこうかと思います。で、それが終わったら、レオン裏編をね、最後やって、まあ、R2 の実況を、まあ、ちょっとなんだろう、誰だっけ、ハンクとか、ケンドとか、それからキャサリンとか、それからフォースサバイバー、ゴーストとかまでを単発でやっていくのかどうかはちょっとわからないんだけど、いかんせんその単発のやつはもうやって久しく本当にリリースした直後にやったばっかりだったんで、今やってクリアできる気がしないっていう残念なねところがあるんで、収録を撮ってみたものの何回死ぬかわからない、何十分になるかわからないっていうね、ちょっとその恐怖心があるんで、もしかしたら全部一応実況として撮っとくけど、クリアしたパートだけをアップするみたいなね、ちょっとすごい姑息な手段を使う可能性があるという、そこはご了承いただけたらなと思ったりします。はい、いやー、でも結局なんか硫酸弾20発くらい残ってたね、20発くらい残ってたし、マシンガンもガツガツ残ってたし、回復アイテムなんかバリッバリ残ったもんね。だからまあスタンダードで丁寧にやっていくとあんな感じになるのかなと思うね。まああんまりゾンビも全部ねぶちのめしたわけじゃないからね。これまあハードコアになってくるとやっぱりゾンビの体力とかも上がってくるから、まあそうはいかないっていう話になってくるとは思うんやけど、まあそうなってくると今度はね、ゾンビをねいちいちいち倒すというよりは、もう何回も行き来するところのゾンビだけぶちのめしといて、それ以外のゾンビのところは足をね打って這いずりゾンビにさせといて食らわへんように仕掛けとくみたいなね。だから東のオフィスだっけ、違うな、西オフィス、レオンとかがいるようなオフィスの方のゾンビとかぶちのめしとくけど、反対側の方のゾンビはね、まあ頭ってひるませるとか、足だけ打っといて、まあ変に抵抗させないようにするとか、まあそんな感じにしちゃうんじゃないかなと思うけどね。まあ、ハードコアは本当にチャレンジするならね、まあ、だからハードコアの場合に、ね、実況がしづらくって、なんでかっていうと、
残念ながらちょっと収録時間の関係上セーブが3回しかできないってなると、セーブするところで基本まあ区切りたいんだけど、それがなかなかできないっていう事情があるんで、まあ、ちょっと1回やっぱりちょっと今収録環境的にね、あの僕その嫁さんとか娘とかが寝てる夜中にいそいそ別室でこうやってこそこそゲームしながらこうやってベラベラ喋ってるっていう関係があるんで、それをねやっぱり30分40分一人でベラベラって喋ってると起こしちゃうし、うん、そういうちょっと環境事情っていうのがあるんで、そこはねもうちょっと本当にこっちの個人的なあれで申し訳ないんだけど、そこはちょっとご理解いただけたらなって思うポイントではあるというところですね。そういうのがなかったらね、あの昔みたいに、昔はそのだから嫁さんとかがいる環境の中でも、まあ、編集者イコール嫁さんなんだけどね、もう今更もうみんな知ってるわっていう話だと思うけど、うん、嫁さんが後ろでね、なんかゲームとかしたりとか、僕と一緒にね、あの後ろでゲーム見てくれてたりとかっていう環境の中でプレイとかしてたから、よかったんだけど、やっぱ子供がね、あの9時とか10時とかになるともう普通に寝てるわけだから、まあ1歳半の子供なんでね、まだ。うん、あの9時とか9時半とかまで、あの子供ったらすごいよね、ほんとびっくりするよね。なんか大人になってくるとさ、大人っていうかまあ高校生、大学生くらいとかそれ以上になってくるとさ、もうだんだんそのなんか体力がさ、仮に100あったとしたらさ、30、20、10ってなっていくにつれて行動力っていうのがさ、だんだん下がっていくじゃないですか。もう眠くてやばくてだるいみたいな。子供の場合って体力1まで破壊光線がぶちのめせるくらいのさ、あの、バイタリティがあるもんね。だって、本当に、うん、なんかドアの、鍵に隠れていないねバーとかやったりとか、あの僕がその娘の頭あの足元とかで寝てたりとかすると顔ペチ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 叩いてキッ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 って笑ったりとかしてるのに、気づいたらふって見たら寝てるもんね、いつの間に寝たみたいな、いつの間に意気消沈しましたっていうねいうことがあるから、子供ってすごいと思って、体力がゼロになって眠りにつく瞬間、その瞬間までもアクセル全開でぶっ飛ばしてるってね、180キロで飛ばしてたフェラーリが急に0キロになるみたいな、急ブレーキとかそんなじゃない、本当にスンって止まるっていうね、うん、もうエンジン壊れようが何だろうが関係ないみたいな、そんな止まり方してるって感じだもんね。僕らみたいに徐々にブレーキがあって180、170、160、徐々にブレーキ下げていって、最後クリープ現象で走ってスッと止まる、そんなことじゃない、子供はもう全力で飛ばして全力で止まるっていうね、いやーあれはすごいわ、本当に感心するね、うん、だから本当にそういうのがない、仕事とか勉強とかでもそのエンジンが尽きるとか、体力が尽きる、集中力が尽きる、その瞬間までもうブワーってできるって、そういうことだからね、それを考えるとまあすごいのかなと思うけど、逆に言うとやっぱり体力調整がしづらくて、いつ自分がね、あの落ちるのかっていうのが分からないから、まあそこはやっぱりあの理性よりもなんか感性というか、うん、感覚で生きてるんだろうな。可愛いんだよね、本当に。毎日毎日できることが増えてきたりとかね。あとやっぱり最近、その帰ってきて、仕事が終わって帰ったりとかするとね、あの娘が僕を見つけてね、キャーって言いながらね、こっちにね、あのバーって向かってきてくれる、あの姿をね、もう見れるのたまらない、もうあの姿見るためだけに今仕事頑張って帰ってきてるって感じだから、うん、そういうね、何かのために頑張れるっていうのはね、すごいいいと思います。だからぜひね、あの皆さんもね、この YouTube チャンネルというのを通してですね、あのブルーホースという人間を応援していただけたら非常に嬉しいなと思います。もちろんそのゲーム実況ばっかりやってるんだけど、昔はその心理学とかコーチングとかの人生相談とかそういうのをやったりとかしてたんで、そういうのに、まあ、あのまたちょっと戻ってほしいとか、ちょっとこういうの乗って、あのこういうのを教えてくださいとか、あの人生相談乗ってくださいよっていう話があれば、コメントなりなの DM なりなんかしてくれたら全然喜んで、あの お答えもしますし、まあ、こういうゲームを通しながらなのか、直接顔を出してやるのかとかっていうのはね、わからないけど、まあ、そういうのもね、あのやっていこうというふうには思ってますんで、全然あのお気軽にお問い合わせいただけたらなというふうには思います。ということで、キャプコンって、キャプコン違うな。これなんか、ニンテンドー、別の名前出しちゃダメだよね。ニンテンドーの本社結構近所にあるんだよな。はい。ということで、何かが、ニュルッと、触手プレイをしようとしている。正体は、エロい。違う。そんなんじゃない。はい。ということでね、無事クリアすることができました。果たしてランクはどうだったのかな。2時間50分、おーおーおーおお、まあスタンダードで S ランク取れたらまあね、いいんじゃないですか。セーブ回数多いけどね。はい、そんな感じでございますね。右にちゃんとあって、あの SLS60 があって、左にはあの多分
最初にバイクで飛ばしてた時に身につけてたんじゃないかな。はい、ということでね、本日も最後までね動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回からはクレア裏編をやっていきますので、ぜひねチャンネル登録ボタングッドボタンで応援していただきつつ、次回パートもご覧いただけたら嬉しいです。ということでね、本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。